皆さん久しぶり5日ぶりだねやホーお父さんおはるこんばんはこんばんはでちゅーこんばんは本日はちょっと遅めのスタートだったんですが8時半から45分9時ん45分だから9時15分までお付き合いくださいませよろしくお願いしますはいということで「おかけクラい2回目が明日となりましたみんな見てくれます あゃーすごいすごい私の私の部屋がええー、くんが「あせだくんも可愛いよ」って言って「やったーあのねー明日は明日はもう髪飾り落ちないようにするしまあ、ちょっといろいろいろするあちょっと待ってネクタイじゃないこれが。 たいひょえのせんの六本木駅で抱きしめて。こもさん、元気があれば、何でもできる、これ誰だっけ?。元気があれば、何でもできるって言ってた人。何でもできる、元気があれば、何でもできる、何でもできる。なんだっけ、誰だっけね、言ってたね、こんな芸人さんがいたよね、誰か。つよし、こんばんは、まる、こんばんは。やっほー、こんばんは。 暑かったね。今日も暑くて、私マジで、マジで、超ね、ピエなことがあるんだけど、お家帰ってきて、アイス食べようと思ったんです。ハーゲンダッツのサクサクしてる、なんか挟まってるやつを食べようと思ったの。なんか食べようと思ったら、おばあちゃんじゃ、マジで。パパに食べられてて、そう、食べねなかったんですよね。泣いた。かもさん、好き好きじゃん。そうぞう,どう,どうこれかわいいでしょ。私これね、レース好きなんすよ。自分レースがね。 好きなんですけどそう可愛いでしょ私はこういうの好きなんだけどなんか男の子ってあんまこういうの好きじゃないよねゆめくんいい歌声をしている嬉しいですねありがとうございます歌を褒められるのは嬉しいねほ、うんとにんかでも最近ねうちょっとボイトレ行って自分の癖を直してるからまた変わってきたクマさんアントニオ猪木そうそうアントニオ猪木ねそうアントニオ猪木最近見かけないけどね元気かな 元気してるって言っといて、アントニオ猪木さんに、精神もアントニオ猪木って言ってる。そうだ、アントニオ猪木だ。うん、なんか元気って聞いといてください、くまさん。あ、かさん芸人じゃないからね。アピエあの人、なんだっけ、レスラーだっけ。レスラー。無 <laughs> 知<むち>。<laughs> なんかこういうのをさ、なんか、そう、こういうのを残す、名言を残していくのって、大体芸人だと思ってる。今日はオムライス食べました。 イエイくん猪木を芸人やつけちゃうちょマジかにした <laughs> ピエンおっ大将さんヤッホーヤッホぉ元気よしかわいい釣ってますあ釣って釣ってほんに釣れてる釣れた釣れるやったホントさん明日のライブ楽しみにしてるよおっ明日ね30分の待ち時間ですこの前は 25分だったんだけど今回30分で、まあ、ちょっといろいろやっていくので楽しみによろしくお願いします楽しみですね楽しみですねいやね緊張するけどもうちょっと楽しむいやいつも楽しいんだよいつも楽しいんだけど一番1曲目の入りあのその歌い出しがこの前自分だったんですよはるちゃんで なんかめっちゃえてかテロップ出てないじゃんどうしたのそうめっちゃ緊張したああ打てないじゃん打てないじゃん打てないじゃん12あすごいちょっと21時打ちづらーい15手が震えるまで あるよ、うん、し抜けたえらいはるちゃん今日もそう明日みんな見てくれますか見てくれます <laughs> 明日9位のね出番は <laughs> 18時ぴったりかな18時ぴったりからの30分間なんでお楽しみにクさん好きだよやったーうれちーうれちまる <laughs> 路線ですかいや,今日は違うい,やいつもはいつもはい,いつもは可愛い路線なんですけど今日はやっぱ年相応の、まあ、ちょっと色気を出しこうかなって思ったんですが出せてないっていうそういう感じふだんはまあまあかい感じで売ってるんですけど売ってるというかまあ可愛いがキャラじゃなくてもう本当みたいな感じなんですけどうわ <coughs> <coughs> <laughs> すごいい何路線なんだろう、ね、なんか自分の服はなんか割とレースとこういう系多いんだけどでもかわいい服も好きあそう可愛い,い服でも思い出したんですけど皆さんブロマイドはもうお手にしていただけますお手にしていただけ見ていただけましたでしょうかあれ私服と衣装あるんだけど <laughs> 私自分で私服の方めっちゃ見たいんよな <laughs> めっちゃ見たいんですよ ピョン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 たさん初披露の曲もあるって聞いてあそう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 なんだよそうなんですよそう初披露でございますこの前はねごくよくやったんだけど今回はまあまあまあねまう、あ、持ち時間が増えてるってことはまあ新しい曲もねもしかしたら見れるかもしれないっていうかも、まあ、見れるっていう違う,違う,うんのきちゃんこんばんはこんばんはーありがとう今日も来てくれてあきゃ かまさん、見ますよバブ。<laughs> ありがとう。あぞとい路線で行くのあぞとい路線ねあぞとい路線ねあぞとい路線に行こうかねあぞとい路線ねうーんー、なんだろうね、自分が何何路線なのかねなんだろう分かってない、いまいち 服はね可愛い,い服なんか自分でも多いと思うんだけどなんかでもたまにマジでやる気なくて T シャツに短パンの人があるジ <laughs> ーパンとか <laughs> あのめちゃめちゃさおっきいさ T シャツになんかショーパンみたいな <laughs> 日も全然あるなんか気合いの入り方によるその日あなんか朝起きてい今日はなんかあっちから T シャツでいっかって日とかがある結構。 熊さん明日ブロマイド頼,頼もうかと思ってまいっちゅあ本当でちょかあのねブロマイドねうんー衣装もうもうもう衣装は衣装って感じ衣装は衣装って感じだけど私服はねなんかね私は乗せたことあるのかな乗せたことあるけどまあまあ私がめっちゃ好きな服を着てるから。 みんな私服もかわいいからね。あじさん、あたえは一歩間違えると痛いになるから気をつけなね。あありがとうございます。ありがとうございます。痛い。いやー、痛いは嫌だね。痛いの嫌だよね、みんな。<laughs> 本日9時15分まで行ってきます。よろしくお願いします。告知をします。します。はい。えー、私が所属している ケイ、えー、ンズというグループ明日、えー、18時から無観客ライブ配信で行いますのでぜひまだね前売り買えるのかな前売りが1500円でトーチ系が2000円かななのでぜひちょっと興味あるなって人見てください <laughs> よろしくお願いしますアーカイブがね3日間残るので まあ、なんかもしなんか当日ちょっと見れないって言っても3日間は見れますよろしくお願いします楽しみでちゅうねーあ木村さんこんばんみんな今日はお休みかな今日は土曜日なんかねあんまじ曜日の感覚がなくて <laughs> 今日あかりちゃんが今日土曜日だねって朝ツイートしてたじゃんそれでああ今日土曜日なんだって思ったら <laughs>

池さんグッドイブニングこんばんはイブニング読めたヤッホーありがとう来てくれて菊間さん仕事してたよ仕事してたの暑かったでしょお疲れ様仕事の人はお疲れ様ですピエン菊間 <laughs> さんピエン言わないのに余裕ピエンも言うんだけど最近ちょっとひとひねりああひとひねり加えたピョエンにはまっててピョエン <laughs> しょうもないハマりなんだけど <laughs> うにハマってます、うん、えっとねさっきのそのブルーマイドのく,くだりなんだけどえっとなんか今キャンペーン中で明日までか明日までに頼んでもらう1万以上かな頼んでもらうと星からのお手紙が来るみたいな感じかなですそのねオンラインショップ自体はまだあるんだけどなんかそういうお手紙とか気になるなって人はじゃあ明日まででお願いします 父さん僕はうわーってなるけど嘘だ好きなくせに <laughs> お父さんピョエンそうねえクマさんしょうもないとか言ってピョエンにハマってるんですよそうてかてかみんなさ知ってた大葉と大葉としそって同じなんだって私ね昨日初めて知ったんだよ なんか昨日何かに大葉が入っててなんかそういえばさみたいなしそとなんか大葉って同じ味するよねみたいな話をしてたらなんかママにどっちも一緒だよって言われてえー、そうなのみたいなうんうん田島さん新面は手紙のハードルうん <laughs> 高くねそうなんでダメ手紙やだんあ 書くのがってこと書くのが大変かいやまあでもみんなショールームとかで話してるしねくまさん知ってみよう <laughs> そうくまさんは知ってたみたい悲しいもう私ね料理全然しないからねそれすらも分かんないもう私のために誰か料理をなんか作ってください私オムライスが好きです先にあ大学芋も好き大学芋とオムライスとあとね 何が好きかな大学芋好きなんすよあ生湯葉が好き生湯葉生湯葉好きなんよな私なんか味覚がちょっとおかしくてなんかちょっと醤油かけるじゃないですか私なんかちょっとの量じゃないのドバッドバかけるのよ醤油醤油を <laughs> 醤油舐めてるようなもんないんだけどいや生湯葉好きですね <laughs> でさだって両方食べ物じゃんまあそうなんだけどね、まあ、そうだよ まあそんなこと言ったらもうそうなんよマカロンと大判も一緒みたいなもんなんすよ実質そうそうシュークリームと生姜が一緒のようなもんつまり確信をついてしまった今 <laughs> ねあ田嶋さん書くのがねあもうそううーんまあ、実際直接会ったことある人ってね まあそうだよねあったとしても1回とかかだからねくま <laughs> さんさっき料理人が挨拶してたじゃんえ誰料理人いるの料理人いるのここ誰誰料理人いるの料理人さんがこのこのこの中にいらっしゃる挙手をお願いします さ,じさんプリンが好きっていときにあ自分プリンとかめっちゃ好きで特に好きなのはえっとプチンプリンのプチンするまでが好きですよろしくお願いします黒崎春ですくまさん湯葉は何からできてるか知ってるの知ってる豆腐のもと豆腐のもとからできてる豆大豆大豆からできてる湯葉は <laughs> 待ってあやっぱ待って待って待ってちょっと待とうちょっと待ってわかる作り方分かるこう あの原理的にはあの牛乳をレンジでチンした時に上にできるじゃないですか膜がそれと同じくまさん合ってるでしょどう <laughs> めっちゃ真顔で言ったっけど、ね、今当さんお寿司にも醤油ドバドバお寿司はお寿司はなんかね結構行くところによるくて。 なんか寿司ローとかはめっちゃかけちゃうドバッドバかけなんかかけるというかなんか浸す寿司ローとか行くときはなんだろうねあいやまあでも基本浸すのかな寿司かあー基本浸すかもしんないでもたまさん醤油を醤油をドバッドバさすがに M あ笑ってるこれ <laughs> ねえ 醤油をドバえ、ドバドバし、そう、私、ユバにもめっちゃかける。ユバとね、目玉焼きにはめっちゃかける。うん松ん呼んだオラの名は、マツンんって言います。あやっほホーまんさん料理人なの料理人さん、料理人さんですか <laughs> ほらって、ね、クマさん、豆腐の素。大豆、そうそう、大豆よ。大豆。大豆です。 そそうそう、大豆大豆って知ってるみんな大豆って豆なんだけどえ大豆ってマジすごいからマジね何でもできるから大豆はマジ神もうねなんかこの世を作ったんじゃないかって思うぐらい大豆はいろんなものを作れるからマジでちょあ、うんちょあまい、あ、よくわか,かんないけどでも私ね大豆ともやしが一緒だと思ってたんだよね大豆ともやしって一緒だっけいや難しいねなんかあれだね食物連鎖だねこれは ガハハスケットマンさんプチンポペププチンパポペエブリエブリバリープリングプリング何これなに <laughs> 言ってるんのスケットマンさんき君とはスシローにはいけないよピエンえー、なんでピエンスシロー行こうよスシ <laughs> ローであれ食べたいポテトサーモンのなんかチーズ乗ってるやつが好きッと。 さんプリンは俺に言ってんのかねえなんかそういうくだりあったでプリンの人みたいな <laughs> プリンあ行言ってないよ別に言ってないけどいやプリンはなんかプッチンプリンのプッチンするまでが好きっていうプリンって難しいよね作るの難しそう全然分かんない私なんかねなんかお菓子は絶対作るの向いてないなって思ってて なんかさお菓子って結構さ分量に何かよるじゃないですかなんか牛乳入れすぎたらなんかやばいとかあるじゃんなんか固まんないとかさなんかこさなきゃいけないとかあるじゃん私 <laughs> ああいう作業ね省くから私はねもうお菓子作りは向いてないんですよ松さん好きな豆乳はコーヒー豆乳です私豆乳ねあの豆乳あるじゃんこんぐらいのあれ飲めないよななんか喉かゆくてほんとかゆくなっちゃうよ ね、えー、コーヒー豆乳っておいしいの甘いのってかあれなんかね無調整の緑のやつを飲んだんだけどね甘くなかったまあそりゃそうなんですけど無調整なんだからなんかでもね飲んでみたかったのがあるんだよなバナナ違う紅茶紅茶を一口飲んで喉がかゆくなってなんか紅茶のね豆乳がこんぐらいのパックあちょっとこんぐらいのパックがある今回こ,これぐらいのパックがあるんやけどもそ,それがななんかちょっと んん <laughs> のかかくなななってそこから飲めない飲めいいでさん大豆と枝豆も同じって知ってたそうなの色が違うじゃん枝豆って緑だよどういうこと全然意味分かんないんだけどそうなんマジでえこれ間違えたかなんか漢字見てたら分かんなくなってきちゃった来ちゃったた地さんでも大豆はミックス打てないから僕の方がすごいよお確かにあそれもまた確信この世のなんか中心よななんか そういういことなんよつまりつまりタジョさんはもうすごい大豆はミックス打てないけどもうタジョさんミックスで打てるからすごいクまさんもやしと大豆生あ泣いた <laughs> 泣いたな泣いた豆類難しいよなタジョさんプリンは高級なのしか受け付けませんって言っときな <laughs> 高級なプリンを私はあんま食べたことないんだけどセブンのさなんかなんか割と今硬いプリンが流行ってるじゃん硬めの。 私、ドゥルドゥゥルルのプリンが好きなんですよねかるどっちみ,どみんなどっち派硬いの好き最初はなんか、なんか、ドゥルドゥルしてるのが好きなんだけど。<laughs> ごまさん、プリンおじさんってやんな、つけられたけど、マジかようん、プリンおじさんって自分でそれをネタにしてるのか面白い。月 <laughs> 頭、うん、さん、口を滑らせて。 96年くらいの CM 曲をなんで知ってるの96年の曲をなんですごいじゃんお腹の記憶があるんか違うお腹の記憶があっても96年にはお腹にいないわ松井さん甘いほのかに甘いあもう甘いもうめっちゃ甘いのが好きです私なんかね豆乳、うん、豆乳のどかよでもね 豆腐は食べれるんや私なんか物によるんかね百里がその差が曖昧うんちょっとなんかでも前飲んだだけだから今,今の時期飲んだら飲めるかもしれん熊さん収穫時期で変わるえー、そうなんだへえー、知ってたみんな枝豆って大豆らしいよすごいねなんか葉っぱみたいだね茶葉茶葉茶葉 ノーマルプリンがいいってお父さんが言ってる <laughs> ノーマルプリンって何ノーマルプリンが何か分かんないんだけどどっちなんかノーマルプリンのノーマルって難しいよねどっちがのなんか本家なんだろうね私さ混ぜてドゥルドゥルのプリンにしちゃえばいいんじゃないそれドゥルドゥルやんそれはドゥルドゥルよないやプリンはね美味しいっすわ美味しいっすけど じゅ混ぜ、混ぜて、ジュルジュル。あ、その、あれか。だから、プチンブリを混ぜて、ずルずルにするってことか。さん、じゃあ、アイドルに甘いオタクになります、すあはるちゃんに甘い多重さんになってもらえますかそこのとこはちょっとダメですかね、そういうの。クマさん、っくりしゃっくり,しゃっくりどっち派んー、1 0し,しゃっくりかな。100栗。1なんか、 なんかさ百里ってさ100回言うとさなんか死んじゃうみたいななんか都市伝説あったくないなんだっけそのかあったんだけどなんかそっから100回か100回100里100みたいな昔はしゃっくりだったかも100栗あ百100里がしゃしゃしがシャ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 エビバーリーシャっていう発音がね私難しいよなシャシャ ひゃ、ひゃ、ひゃ、ひゃの方が言いやすい佐トマンさんなんでかって YouTube で当時当時の佐トマンが直直直直直々に出演している CM 映像を見つけたからであそういうことなるほどねあっ見いたあだから知ってるんだお母さんあったあったあったでしょ あったよね、なんかそういうのなんかねその時からね100になったたるさん努力はしめますでも顔すんげー離れてるよなんかさホラーのホラーのクレヨンしんちゃんみたいな顔ウサギのえわかるよなんかさクレヨンしんちゃんってたまにめちゃめちゃ怖い怖いなんか回があるんだけどもなんかそれの怖いうさぎみたいこの顔文字ヒャトマンさん確かに私私、私は99年生まれだが私私 ゼゼゼロゼロ、ゼロ,ゼロ生まれなんで <laughs> ゼロゼロ生まれってやべえなゼゼロロゼロゼロ,ゼロ,ゼロお父さんライブちゃん100に大丈夫なんかねわかんないんだけどご飯食べた後に100に出るんだよねだからライブ中は大丈夫ライブうんライブ中は大丈夫なんか100クリは大丈夫なんだけどライブ中はゃ感想でせき込んじゃうことがあるんだよねたまにめっちゃ我慢するけどくまさん日本語全般難しいんじゃないあーあギャ ああ,あ,あいや日本語は日本語は難しいんですよ皆さん。本当に本当に難し,いなみず難しいんですよ。本当に難しい。日本語はで世界での言語でも難しいって言われてるからそう難しいんですよ。たださ前髪はそれ固定だなら急に。うん、それこれ固定です。これ固定う私昨日とか前髪をねなかったんですよ。なんか前髪が。 を作る気力がな,くてなんかこうバザーってかき上げてたいんやけどもなんか <laughs> おでこ広いんですよ私おでこがそれだからちょっとやめようとまた前髪下ろしてきた今日前髪切りすぎたいよなそう切りすぎちゃいましたちょっと大丈夫ですねもうこの前ちょっともっとね伸びてなくて切りすぎだった前髪伸びるの早いんよ私だから なんか自分の今位置をね見つけてる私もうすんごいじゃんくまさんミレニアス、そうそううミレニアムガールなんだよ私そうなんですくまさんそれを喋れるはるちゃんはすごいんだねえそうだからみんなすごいみんなすごいそれはみんなに拍手 <laughs> でさたじやさんたまに前髪ちょっと変えてチアーズ投稿してやそうね私いつも前髪これやからな え、何分け目を変えるってことそれともなくすってこと前髪を前髪っすねは,はははははって言ってるお父さんがあ、今日も美味しいありがとうみんなね、チアーズショルもあとった投稿しますはい、みなさんこんばんはキュウインズのお風ロ担当、黒崎春ですえー、普段もともとソロだった、ソロで まあ、アーティスト活動してたんですが、3月の27日にキュウインズに加入して、アイドルとして活動しております。えー、Twitter とかはね、気軽に、ぜひフォローしていってください。よろしくお願いします。コマさん、本当に面白い。あ、本当にやったーいててててていやー、面白い。そうね。いや、でも面白さは、マジで、さきなちゃんも面白いから。あかりも面白いけど、あかり。 そう、りんはなんか,かこうまっすぐな面白さがあってさきなちゃんはなんて言うんだろうななんかこう来るなんかこう来たりこう来たりする誕さん何でもいいよ自分が嫌じゃなければほんとにちょっと今日前髪いやほんとにね書き上げるのはね高校生の時はしてたけどねそれ以降ずっと前髪があるので。 あー違うな高校を卒業して1年ぐらいは書き上げてたのかそうなんかその難しいんだよ書き上げてる時は難しくてしかも私この前髪もこっちに流すようにね長さを整えちゃってるからママは任せといてよ3日後ぐらいにもしかしたら変わってるたださんイベントとかなしだと過去一ちゃんとチアーズ開いてるのさすがにクソ えらちまるえらちまるですただいありがとういつもにちやズありがとうございますとむらさん仕事休憩軽くのぞきに来たありがとうございますはじもありがとうお疲れ様これからまたも仕事に戻るのかなじゃあ <laughs> こうフフ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 フかフこフなんかねこう変化球で来る変化球って感じフ <laughs>、ね ええー。ええー。間違えちゃった。パチパチパチですね。これ。パチですね。パチンコのパチよ。そう。そういうこと。<laughs> パンドラの箱。開けちゃってるんだよね。なんだっけ違うな。なんかこんなのあったよな。友達が一時期めっちゃ流行っててめっちゃ言われたいよな。<laughs> あとさん、すいません。これパチですね。パチです。これ。たじさ、ん、エラチマる <laughs> えらちまるですねえ、もうえらいもうえらいの上位効果えらちまる <laughs> え,えらちまる、かわちまるはみんな使ってくださいぜひえ、かわちまる知ってるかわいい、めっちゃかわいいくまさん、はるちゃんも結構変化球だと思うの俺だけか、本当に変、でもなんか変化球はね なんか自分のイメージだとなんかこうこれがなんか普通の直球だとしたらなんかね咲吉はねこうこう来るよこうきてビャンって最後にねなんかテニプリのなんか消える魔球みたいな <laughs> いい感じ玉森さん咲吉の変化球はなんとなく分かる本当にえやっぱそれわかるよねわかるよねなんかさ変化球でねたまに来るんよ天然なんだよね多分さ吉のちゃんは、まあ、ガチ天然 あれはいえいえ本日もやっていきますよろしくお願いしますピンズのオーロ担当黒崎春ですちょっと待って誰が来てるかちょっと見たいなんシティくんヤッホー中野ちゃんあ待ってえのとこしちゃった 今日すごいみんな来てくれてみんな来てくれてありがとうございますあーさんあさんいるあさん元気あさんこの前誕生日だったけどこの前てか20日前やなおめでとうあ尻口テってチラて来、ね、てもう相変わらずチラチラして <laughs> やホーありがとう来てくれてクマさんじゃあはるちゃんは手塚ゾーンでねよろしくねえなんでわかるのみんな逆に <laughs> ねえテ <laughs> にプり分かる人いる私ミュージカルしかちょっとみちょっとしかかじってないんだけどいててていててててすごいじゃん本日は15分までやっていきますよろしくお願いしますいてててすごい落ちるじゃんお父さんお春は天然じゃないないやいや,おいや自分で天然とは言わんから私多分私は天然ではなくまあまあバカのバカの 方かもしれないしれないなって最近ちょっと自分で自己分析してるんだけどどう思うたり <laughs> さん確かに地味にランキング入っててわそうそうそう地味にねランキング入ってるんですよあなんかでもチェアーズなんかねたまになんかなんかね全然知らないってかなんか名前が書いてなくてわからない人とかがいるんですけどいつも皆さんチアーズありがとうございます テニプリは青春…あマジでなんか私テニプリのイメージがなんか電車になんか乗り遅れそうになってテニスラケットをドアにガーンって挟むんよもうあれがもう本当に自分の中でやばいもうすごくなんか残ってる <laughs> あこの後、ちゃんと私ちゃんと私荷物を詰めますガラガラにクマさんスネークでもいい何でみんな知ってるのそんな スネークでもいいよモルさんスネーク的な変化球な。ね待って待ってみんなすごい知ってないそんな知ってるのみんなみんな見てたすごいな私より詳しいんだがそうなんかね私なんだっけギリ知ってるのがでもなんか消えるやつとやった私ミュージカルしかしないなんかツバツバメ返しツバメ落としちょわからんけど <laughs> そんなようなやつ。 なんかすごいやってたななんかミュージカル見たことありますみんな「そう俺たちコートに君臨する」ってもうあれ標的の歌をすごい覚えてるあージャンプでやってたんだ <laughs> ヒグマを確かにそれアメリカのシーンやなんかめっちゃ割と最新の方でしょあれあのなんかすごいやつすごいやつねマジでもうなんかねそのイメージしかないもん私 それアメリカのシーンあっ今読んだから失礼失礼そうガラガラですガラ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 ここら辺にはね <laughs> なんか倒れてるけどえー、すごいみんな結構ジャンプとかで読んでるんだねアニメ全部見たって言ってると思うのさんがすごいねえアニメえ結構長いよねでも手に振り鳥リさん 駅員の笛をボールでボールで弾いてラケット横にしてドアに挟んでスライディングして電車乗るやつやろうそうそうそれそれこれが言いたかったんだけどなん,かなんかそれがね一時期めっちゃバズったのかなツイッターとかでバズっててなんかめっちゃ回ってきてえやっぱみたいな自分の自分のラケッツを自分のラケットをそんなそんな扱ってみたいなだからあれよ なんかオタクの人とかがなんか現場に遅れちゃうみたいになってサイリウムをなんか電車に挟むみたいな電車に挟んで滑り込むみたいなクマさん選抜のやつでしょ選抜のやつです待って選抜のやつでしょ,でしょそうなんかねなんかいっぱいあるよねでも手に目も私全然知らんちょっとなんかちょっと かかじったぐららいだから友達がねめっちゃ好きだったんですよね。田中さんちょっと明日やってくる通報 <laughs> 明日やるのマジでバズっちゃうよそんなのバズラーになってしまうねバズラーってなんか嫌だね可愛くないな何え田中様さんはちなみにあのサイリウムを入れるのかラケットを入れるのかどっちかな さん割れるわ <laughs> シンプルに割れる <laughs> えでもあれさすごくないラケットでしょすごくないラケットがかわいそうだもんあれえぐって感じ嘘でしょなんでニュースに出たらちゃんとはるちゃんの名前出すねあああ有名になっちゃう変なところで有名になっちゃうやだはるちゃん <laughs> 何何 <laughs> 何 さっこはるちゃんてんてんてんふてになって何はるちゃんだよはるちゃんはるちゃんのこと、はるちゃんって言うなはるちゃんだよ、はるちゃんだよさっきさっきさっきって何さっき何さっきって何サイリウム サイリウムサイリウムもかわいそうだねうんそれはサイリウムがかわいそう <laughs> トム・ヒロさんがさっきだともう一人街灯かなこれ街灯しちゃうあそうなんですよあの自分のグループにあれなんですよ実は私が黒崎春なんですけどもう一人あの先がつく人がいて鳴海咲菜ちゃんもさっきなんですよそうさきっち 佐殿 <laughs> さんアーリーは反抗期 <laughs> そういやなんかね TikTok で見たら TikTok で最近めっちゃ私 t のめっちゃね最近かわいいなってこうねあ多分みんな知ってるんだけどえっ矢吹奈子ちゃん知ってるみんな,みんなあの子めっちゃかわいくない <laughs> めっちゃかわいいんだけどなこってやんなこちゃんかわいいじ宰さんはっ はっ <laughs> ひさんはるちゃんは反抗期えもうはるちゃんの反抗期はとっくに過ぎたてかもうね私はいつでも反抗期うんいつでも反抗期だけどいや待ってそんなことない私最近めっちゃいい子だからあ今日はガラガラに荷物詰めてチェックして動画見て年ん,んする年配、うん、すごくたじさんじゃあ呼ばないなんでよ 田様反抗期かなんだよハルティアンハルちゃんハルティアンハルティアンハルちゃんスケ多摩さんアイドルのえマジで結構知らない人いるんだね矢吹な,なこちゃんめっちゃ可愛いあのね 今はあれやってるんやな会津ワンだっけそうそうアイズワンにいるの今は韓国のあのさキキキ宮脇さくらちゃんもいるとこアイズワンにいるぶ吹な子ちゃんめっちゃかわいいマジで。 さすがに知ってるけど推しメン以外興味ないお宅なんでなあ。なるほどね。いいことじゃん。まあ、いいことよ。それは。純粋純粋。一途よ。くまさん知らないから検索してくる。あ、ほんとにえ、推し変化って言うとるけど。かわいい、ぶきキナちゃんかわいい、めっちゃ。<laughs> 反抗がでほう、そうそう、私、いつだって。反抗期。だって、心が3歳だから。 くま <laughs> さんバブちゃんバブちゃんです本当さんちゃんと睡眠とって明日に備えてねありがとう,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 う優しいんごやだ、ね、なんか今の楽しいんごみたいだったな優しい優しい優しいもう優しい人がいもうこの世で世界で一番好きこの世で世界この世で世界で一番好きこの 難しいね日本語はこの世で一番好きや私優しくしてくれる人つけたまさん元いややもはやにわかのふえー、そうなのそれ初知りなんだけどたち代さんちなみに宮城さくらちゃんが会津ワンにいるの今日 TikTok でしたえそう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 なんかね結構女の子の方がなんかファンが多いっぽいなんか見てる感じだけどそう さんがおすごい。とまるさん、ナコが大人になりすぎでびっくりなんだかえ、なんかさ、最初めっちゃちっちゃかったよね。十4 16? とかだったよね、最初。えめっちゃかわいい。<laughs> 最初からでも、なんか、かわいいって感じ。太蔵さん、すまん、どうやら俺のこと好きらしいわ、はお 優しいタジオさんそうだねさん優しい丸だからやたちい丸なのでくま <laughs> さん甘やかす人甘やかす人も好きですねなんか自分に優しいとか甘やかしてくれるとかなんか好きそういう「嫌 <laughs> だよ」って言ってねこの「嫌だあの世はダメでみんなダメあの世は」 この世はやだよ。で。ひいちゃんも忘れないで、とも言うさ。<laughs> でもね、なんかね、みんな可愛いよな。でもやっぱ女の子はみんないい匂いがするし、可愛い。つけともさん、のフで通じるのか。えそうそう。なんかね、ちょこちょこね、知識があるんだよね。私、そういうの。途中さん、どっかで落とした感情を拾ってこい。えねえ、ね、どういうこと <laughs> ねえ、どこに落としたの駅かなホームとかに落としちゃったかな まさみくにん張っていってるっちゅでなこ知ってるじゃんってつこ確かにいやなこちゃんマジめっちゃかわいいからもうほんとになんかねああいう子がねこういうああかわいいんかアイズマンのとのになる前のオーディションかななんかちょっとあやほやなんだけどめっちゃね声がかわいいよマジでえっもうねやっぱあれだねみんな 詳しいね、アイドルさんは私より全然詳しい「多宗さんが優しいから」がいい感じに感情になってな熱血です熱血ですもん違うなあやばい話しすぎた ちょっと待ってね。くまさん、はるちゃん負けてないよって言って。やったーピョンピョンありがとうはいぼ、今日は15分までなので、えー、ランキング、ランキング読みまっしゅ。えっ、ー、と、5位から、ゆえくん、5位だって。ありがとう今日も来てくれて、センキュー。4位、お父さん、ありがとうありがとう、ありがとう !3 位、ヤほうきちさんです。センキュー。ありがとう 2位がくまさんありがとう甘やかしてもらっていいですかね1位ともひろさんおともひろさんいるまだまだ休憩中あいたはい本日15分で終わっていくんですが最後にちょっと告知をしますのでまあまあ軽く皆さん18分ぐらいになることを予想してくださいよろしくお願いしますえー、っと はいまず明日ですねえー、5月31日明日の18時から金ズ無観客ライブ2回目がありまーす持ち時間をね30分間もいただいているので是非興味がある方は見てくださいよろしくお願いしますであとは公式オンラインショップをが今ありますでそれはブロマイドとかあとチェキとかあとまあマフラータオルであとはみなちゃんが デザインしたそうそうデザインした巾着とかいろいろあるのでぜひチェックしてみてください今はあとオンリー5メンバーがねちょっと更新する時間が違うん違うメンバーが更新する日付とかが違うのでそれも推し,しの子にの Twitter とかを見ていただいてまあそうですねはるちゃんははるちゃんは今もう更新してて次が火曜日かな ちょっっと待って曖昧だな火曜日何時間を覚えてるのよ22時1週間ごとに更新していきますでその更新ごとに前の投稿は消えていくのでこれはみんな一緒みんな一緒なので、まあ、ちょっと興味あるなって方とかあとん,んだろうこ,れこの文字書いてほしいなっていうのがあればリプとかで送ってくださいであとはファニコンっていうアプリちょっとね月額で有料なんだけどファニコンをやってます なんかみんなあれねなんか好きな食べ物とか急に書き出したりするほ <laughs> んとあとはそうチェアーズやってますあの私のことをもう大好きな方ぜひチェアーチアしててください <laughs> ありがとうチェアーチェアいつも今日もねこれ終わった後でしてきますのでぜひ見ててくださいほい ということで、このコメント拾って今日開きにしようと思いますあくさんが教えてくれてる時間ありがとうのふじゃなけりゃエビやシャチも知らないしこの部屋にもいなかっただろうええー、そうなのエビシャチトムルさん旦那はるちゃんかわいいや恥ずかしいなありがとう <laughs> ちょい、なんか、言ってもらっといて恥ずかしがっちゃってる。小 <laughs> 吉さん、イエーイありがとう。元さん、配信ライブ2回目だけど、ファインいいね。頑張るありがとうもう、頑張ります。まさん、松原様、ありがとう。も利さん、おるでーって、おーありがとうね。来てくれて、仕事頑張ってね。と士さん、じゃあ、明日楽しんでな。楽しむぞ。30分とか楽しみすぎる、友ルさん。ね、楽しみです。 私も楽しみ。お父さん、配信おつありがとうね。では、明日ね。明日ね。ありがとう。来てくれて。太蔵 <laughs> さん、1週間後なのに予備をするの。<laughs> ちょっと後でちょっと確認します。チアズのハードル上がりました。なんでよ。<laughs> 泣いた。<laughs> 後でチアーズやります。チア、チア。ほきちさん、配信、おとはるさん。ありがとう。くもさん、見てはいるんだよ。ああ、ありがとう。うん。ケトマさん、またね。はい。本日も皆様、一日お疲れ様でした。今日、お仕事だった人はね。 とかまあ、これからまた戻るって人も来てくれてるんだけどまた頑張ってください頑張ってねえー、まあ休みだった人はねまあ明日も休みなのかな多分まあ体を休めてお風呂とかでなんかしたらいいと思うラッシュとか入れてはいということで黒崎春が所属するグループキュウインズ明日無観客ライブありますのでまだまだチケット買えます 30分も持ち時間なので、ぜひ見てってください。本日は45分間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。またね、5日後、おつはるさまでした。人おつはる、バイバイ。おやすみだよ。Thank you.